村上市の一部地域では今朝から停電が続いていて、大雪による影響が広がっています。こちらの国道7号線につながる十字路交差点、車の通り激しいんですけれども、信号機がついていないので、先ほどからドライバーの方たち、慎重に左右を見ながら運転をしています。村上市では今朝、大雪による倒木などでおよそ4600戸で停電が発生しました。午後5時現在もおよそ3500戸で停電が続いていて、復旧の見込みは立っていません。今夜はクリスマスイブ。チキンを買っておいたというこちらの家では。はい、ちょっと食べる予定だったんですけど、温めないと食べられないから。停電により不安が募るクリスマスに。今日は大雪だからきっと出られないかなと思って昨日のうちに用意したんですけど、はい、残念ながら電子レンジが使えないっていう。隙間風がピューピュー入るので夜になったら寒いねっては思ってるんですけどね。早く復旧してほしいですよね。ありがたみを感じますよね。停電のほか、高根地区など8つの集落合わせておよそ300世帯が倒木などによる通行止めの影響で孤立状態となっています。